どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと連日になって申し訳ないんですけども、今日もちょっと断捨離ネタになります。最近ちょっと家の整理整頓できてないなって思ってたら、なんかまた増えたなっていうか、これどうすんのよっていうものがちょっと増えてきて、意識が結構持ってかれてる感じがするので、そう、まあそんなこと気にせずに集中しちゃえばいいんですけど、でもやっぱりこう気持ちいいものだけに囲まれるってすごい気持ちがいいですもんね。そう、僕はちょっとそれを体験しちゃったので、そう、その世界を知ってしまったので、なのでちょっと今回も あんまり気持ちよくないなとか、これどうすんのよって思ってるものに関してはどんどん手放していこうと思います。はい、じゃあまた例のように始めていくんですけども、これはもらい物なんですけど、プチプチの大きいバージョンですね。プチプチの大きいバージョン、これはなんか絶対使えるっていうか、そう、ちょいちょい使ってるので、これはここに置いておきます。で、こっちなんですけど、これは僕の姉からもらったものなんですけど、なんかあの奥さんいらないみたいだけどあなたいるみたいな感じでなんかこうやってくれるわけなんですけど、これ何かっていうと、うわ、ちょっと変な匂いするな。はい、こちらでございます。何これ使い方わかんないし、フィルムカメラですもんね。はい、ということでこれはいりません。こう、もう一個あるんですよ。もう一個あって、これも古そうだな。これパナソニック SF7 っていうコンデジですね。コンデジ、はい、これもいただきました。まあ、いただいたことは本当にありがたいんで、ありがとうございます。まあ、これ僕にくれた人も不要だから僕に来てるわけなんで、不要なものを、まあ、どうされてもいいですよねっていう話で、はい、はい、じゃあこれは、はい、処分です。あ、だいぶすっきりしましたね。もうで、次ここなんですけど、これも初めはこう来た時は、あ、なんか使えそうって思うんですけど、でも使わないんですよね、こういうのって。光回線を申し込んだので、それのなんか説明書だったりっていうのが入ってる感じですね。ルーターリフ具合があると検品しないといけないので、これはちょっと取ってきます。 Amazon で注文したものの空き箱ですね。はい、空き箱、なんかこうなんか使えんじゃないかなって思ったんですけど、あ、でもこれはあれか、断捨離プレゼントの時に使えるのか。あ、ナイスアイデアですね。こっちです。もうかなりすっきりしましたね。素晴らしいです。で、次はこっち、カバンはこれ大丈夫で、これはお財布とか、これは、まあ、財務関係の不要なものはありませんと。で、身だしなみ関係で、これも不要なものはありません。で、こっちは仕事道具が入ってるんで大丈夫ですと。で、あ、ノラちゃんは今こう動画の中で活躍してくれてるので大丈夫と。で、パソコン、スマホ、これカメラの撮影用のマイクで、あ、これ、あ、このスキルにフォーカスちょっと恥ずかしいんであんま見ないでください。これはメントルと違って、教えてもらったことをメモってるっていう、で、こう復習用にこうパラパラって見るやつなんですけど、これもなんか電子化したいな。払い込み書なんでこれは必要ですと。はい、で、ここら辺も OK。 あ、これの中ちょっと見てみましょう。これはこういう Amazon で買ったやつなんですけど、こういろんなものを収納できるやつですね。そうで、まあ、いろんなものを収納できるからこそ余計なものまで入れてしまうっていうのがあるんですけど、一応なんかこうなってまして、仕切ることができてるんですね。で、これですよね。これは iPhone 充電するときに使ってるんでいいんですけど、これなんだろう。これもコードが切れちゃってるので、これもいらない。ルーターを充電してたやつのコードですね。今ルーターも断捨離しちゃったんで、このコードも断捨離します。はい、ということでこれはこっち。はい、すっきりしました。で、クローゼットも不要なものはありません。で、次キッチンなんですけども、まあこれはちょっとゴミが、はい、捨てます。で、他は、あとこれですね。よいしょ、レモンをこう絞るやつなんですけど、ミキサーにかけるときにレモン絞った状態でその汁をこうトゥルトゥルって入れるようにしてるんですけど、最近その絞るのがめんどくさくて、レモン丸ごとミキサーに入れちゃってます。なのでこれ処分ですね。使ってないので。はい、で、キッチンは綺麗になったので、次下に行って、ここら辺、あー、そっかそっか、よいしょ。僕のチャンネルを登録してまだ日が浅い方は、これ何かなっていうふうに思ったと思うんですけど、これは水筒ですね。で、
2つ水筒が実はありまして、こんな感じで分かれるんです。で、冷たい方とあったかい方っていうので、こう同時に持ち運べるんですよ、2in1な持ち運びができるんですよっていうやつなんですけども、これ提供していただいて、の企業さんからで、まあ、レビューしたんですけども、その後使ったのかって言われると一回も使ってません。はい、普通に答えます。これすごい便利なんですよ。便利だし、自宅でなんか自炊して持っていけば節約できるんですけど、僕はそっちよりも荷物になるのが嫌だっていう、なのでなるべくその飲み物だったり食べ物だったりっていうのは現地調達をしたいっていう気持ちがありますので、そう、まあお金の無駄遣いっちゃ無駄遣いかもしれないんですけども、そう、僕はまあ身軽な感じで動きたいので、使った後に荷物になっちゃうものとかっていうのはちょっと今はいいなっていうふうに思いまして、そう、なのでこれもうだいぶ使ってないです。というか前回の撮影以降一回も使ってないです。申し訳ありません。そう、なのでこれはちょっと断捨離ですね。はい、はい、これも断捨離でございます。他は大丈夫そうです。で、こっちも大丈夫です。あまりの古さにびっくりしないでください。ここそういう物件です。はい、で続いてこっちに行って、ここは何もありません。はい、で続いてこちらです。よいしょー。なんか雑多としてきたな。またこん中がなんかもう詰まりに詰まっちゃってるんですけど、ちょっとなんかある程度出しましょう。またいっすね。暑い、なんかちょっと動いたらもう汗ばむ季節になりましたね。いやー、ちょっと暑いな。そろそろ半袖短パンになりたいぐらいですよ。はい、という感じで出しましたけども、あと財務関係の書類に関してはもう出す気力にもなれないので、もうこれこのまましまっておきます。で、こっちなんですけど、この中で不要なものが結構目立ってます。全部一個一個これはこれでっていう説明はしないんですけども、そうだ、じゃあ必要なものからちょっとしまっていきましょう。これはゴミ袋として利用できるので取ってきます。 OK。 で、これは Amazon で間違えて注文してしまったものなんですけど、ここにこうやって取り付けるやつなんですけど、でも間違えてこれ注文してしまったので、この部分が来ちゃったんですよ。この部分が、まあせっかく来たし交換しちゃえばいいかな。これどうやって外すんだろう。あ、 OKOKOK。 おー取れた。おー外れた。つければ OK、 完璧です。で、このカートリッジを入れる。はい、これで OK です。 OK です。で、これは処分の、いや、これでかなりスッキリしましたね。ビフォーと比べたら全然違うと思います。開けるたびにこう必要なものしかないっていう気持ちですね。さあ、そして僕が変化していく中で不要になってしまったものたちはこちらです。これは前回夏目さんのケーキ動画で撮影したやつ、ゲストが来た時のコップと、これフォークと、ちなみにこれプラスチックですから、フォーク100均で買ってきたプラスチックフォークですから、金属じゃないです。これもう全然使ってませんし、この箱もこの全然いりませんし、このケースもこれもうケースは透明のものにしましたので、このケースは手放させていただきます。これも知り合いからもらったもので、靴のかかとがすり減った時に使ってって言われたんですけど、僕直し方わかんないのでこれも処分です。で、こちらちょっと話すと長くなりそうなので、また別の動画で撮影させていただきます。じゃあちょっとこれ一旦しまいます。よいしょ。ということで今回はもう気づいたらこれだけの不用品が溜まってたということですね。
本当に思うんですけど、入ってくるのは無意識的、出すのは意識的っていうね、なんか何言ってるかわかんないと思うんですけど、そう意識的に出していかないともうどん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 自然に溜まっていっちゃうよっていうことなので、その今回またこういう感じで、あなたがこうやって動画見てくれるおかげで僕はこういう感じで定期的に断捨離できてますんで、本当にありがとうございます。でこれらをただ処分するのはもったいないので、この中からまた視聴者の方にプレゼント断捨離をさせていただきます。ということで、じゃあこの4つですね、 1,2,3,4 つを今回はプレゼント断捨離させていただきます。チャンネル登録まだしませんよっていう方も応募していただいて結構ですんで、はい、単純に僕がプレゼントしますっていうだけなので、別に釣ってはない、まあ実質釣っちゃってるかもしれないんですけど、捨てるぐらいならなんか必要としてくれる人にあげた方がいいじゃんっていうので断捨離プレゼントさせていただくわけなんで、そう、もしこのまあカメラもなーいる人はいないと思うんですけど、この iPhone ケースも別に Amazon とかで買えちゃうし、うん、まあとりあえず欲しい人がいたらまあいいかなっていうふうに思うんで、なんかちょっと気になる方だったり欲しい方いたら応募してください、はい、ちなみにこれ僕さっき出してそのままこうプレゼントしますって言ったので、いじってません、はい、試し撮りとかも何もやってません。なのであなたのところに届いた時に本当に動かなかったとしても文句はなしでお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、あなたのおかげでまた僕はスッキリと罪悪感なしで断捨離することができました。ありがとうございます。じゃあ、本題は以上で、今からブログ形式で、やっていきます。はい、時間がある方、興味がある方だけ、ご覧いただければ嬉しいと思います。はい、で今から何をしようとするかっていうと、まあ、もちろん仕事に行くっていうのもあるんですけど、仕事をしながらちょっとパスポートを都庁まで取りに行きたいと思います。僕びっくりしたんですけど、10年分のパスポートで取ったんです。10年分のパスポートで取ったら、収入印紙が1万4000円ってなってるんですよ。で都庁に払う東京都としての手数料は2000円ということで、なんでこれこんな高いんですか。僕が1万4000円収入印紙を払うことによって、ただお偉いさんのポケットマネーに行くのはちょっと尺なんで、どういうふうに役に立ってるのかこの1万4000円はっていうのがちょっと知りたいんですけど、もし分かる方いたら教えてください。というわけで、外は結構暑いわけなんですけども、行きましょう。いやー、この暑さはちょっとまずいですね。汗が大変なことになっちゃいますね、これ。あれ、今日はいないと思っていたんですけど、あ、いたいた、こんにちは。ね、暑いね、おとなしいね。じゃあね。ちょっと逆光で見にくいと思うんですけども、はい、ということでこんな感じでゲットできました。なんかやっぱこう新しいものって気持ちがいいですね。なんか断捨離したら別の形でまた入ってきますから、なんか今回そういうのがちょっと証明できたというか、そういうのがちょっと見せられたかなというふうに思います。まあ全然そんななんか綺麗事とかかっこつけとかそんなんじゃないんですけど、ただ僕はそういう断捨離した後にまた別の形で入ってくるっていうのを、まあ、いっぱい経験してるんで簡単に手放せるっていうことなんです。はい、ということで、まあ、パスポートも取り終えたことですし、あとはもう仕事して、カフェに入って動画編集してっていう感じですね。はい、なので次からのシーンはもうカフェに入ってご飯食べてるところだと思うんですけども、はい、とりあえず今回はこんな感じでもう以上ですね。
はい、ブログは以上です。はい、ということで今回もちょっとでも面白かったです。参考になりました。それでしたらぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。最後にちょっと僕の撮った顔の写真見ていきますか。ちょっと暗くて分かりづらいと思うんですけど、こんな感じです。なんか犯罪人みたいな感じ。しかも色黒いし、なんか日本人じゃってタイ人みたいになっちゃってますけど、はい、これで10年過ごします。はい、まあ、でもこれを撮ったおかげで7月に韓国行けるんで、韓国ご在住の方よろしくお願いします。なんかおすすめスポットとかありましたら教えてください。よし、じゃあもう一度仕事行きましょう。